虫食いにより強度が低くなった木。アメリカ,カンザイ材ロアリは、レイビシロアリかのシロアリである。メキシコ北部から北米西部にかけてが原産であり、その他にも東海岸を含むアメリカ各地域で生息している。その他にトロント、ハワイ、中国、日本で外来種として確認されている。住宅を含む木造建造物にとって経済的に深刻な病害中であり。 カリフォルニアとアリゾナ州で毎年約2億5000ドルの損失が試算された。米国西部ではおそらく最悪の害虫であり、溝頭城ありかの地下城ありに次ぐ経済的損失をもたらす。一つのコロニーは新社会性であり、有志あり、兵隊あり働きありの3種が存在する。体は、濃い茶、頭部はオレンジ色である。春から夏にかけて活発化する。 このカリフォルニア多くの森林は、映像地域として知られる。カリフォルニア周辺の、比較的乾燥している、地中海性気候に順応している。自然界では、ヤナギ、オーク、プラタナス、キリカブ、ラクシ、マルタニス作りする。人間の居住地域の近くでは、バラ、トキワサンザシ属、京畜糖、ハンノキ属、トネリコ属、アボカド、キャロブ、ミカン属、ニワトコ属、 はくる多の桜族などを利用する木材にもコロニーを形成することから、家具やフローリング、窓枠、扉、瓶、カ加担、電柱、畳が侵食される。対象自体に映像している場合には全体を覆い、復化するフリルを用いて群青する。部分的な対処としては、ピレスロイドやイミダクロプリドなどの殺虫剤を注入する。ヒドラミチルノン入りのゲル状の毒へは、 実験で効果を示した。殺虫剤を使わない熱風や液体窒素などの手法も研究されており、マイクロ波や高圧低電流も有効である。ありがとうございます。